地の,のような汗を流して走る馬という意味で、完結馬と呼ばれる。紀元前四世紀頃から中国は、遊牧騎馬民族の侵入を受け続けた。動作が機敏で眼見な北方民族の騎兵に比べ、漢民族の使う馬は痩せて非力な馬が多く、重装した兵士がまたがって戦うことができなかった。紀元前二世紀初めの強度との戦いでは、 漢民族側の騎兵は十万頭の馬を失い、強く健康な北方の馬を手に入れることが防衛の用と考えられるようになった。前漢の武帝時代に、西域への大旅行をした、長県の報告により、大円にこの名馬が参することを知り、外交交渉でこれを手に入れようとしたが決裂したので二度の遠征軍を送り、多数の名馬と約三千頭の繁殖用の馬を得た。 その後、寒大末までに、中国北部では30万頭の馬が飼育されたと、言われる。武帝は、完結馬を得た喜びのあまり、西極天馬の歌を作らせて、天馬と完結馬のことを褒めたたえた。監粛省分子の雷祖病来代官房から出た、有名な馬の銅像、馬頭飛燕はこの馬をモデルにしたと言われる。完結馬は1日に千里を走ると言われている。 もちろんこれは誇張であろうが、現存するワハルテケという品種は 4152km を84日間で走破したという記録が残っており、この馬は、完結馬の子孫ではないかと言われている。また、小説、三国志演技に登場する名馬、関と馬はこの完結馬をイメージしたのではないかと思われる。完結馬という名前に関して言うと、実際に血を流していた。 あるいは、そういう風に見えたという説も多い。馬の毛色によっては汗を流した時に、血のように見えることがあるようだ。また寄生虫に寄生されている馬は、実際に血の汗を流すことがある。この寄生虫による馬の能力低下はあまりない。寄生虫の寄生による滲んだ血液が血を流すように見え。 かつその寄生虫による皮膚の刺激によって、あたかも狂ったかのように失踪したというのが完結場の言われでは、という説もある。現在、中国ではトルクメニスタンから輸入したアハルテケを、完結場として200頭以上を飼育しているという。ありがとうございます。